軍は近代陸軍の編成の単位の一つ。軍種によって規模、構成等は様々である。アメリカ合衆国軍でのグループとは、複数の大隊からなる戦闘部隊、または支援部隊。特定の任務を命ぜられた部隊内の一組織、複数の航空機、または艦船をもって構成。と、アメリカ国防総省用語で定義されている。軍旗、軍に授与。帽章に3本の線が入っており、一般的には軍だけでなく人員規模が小隊規模の隊編成であっても指揮官が1佐であれば授与される。陸上自衛隊では連隊より小さく大隊より大きい単位である。一般に複数個大隊または中隊からなり連隊が固定的な編成であるのに対し軍は要求に応じて部隊規模が膨張、縮小できる融通性に富む編成となっている。軍が複数集まって団を構成する。指揮官である軍長は一等陸佐が挙げられる。また自衛隊イラク派遣でイラク領内に派遣された陸上部隊は防衛庁長官の直轄部隊であったが規模が複数の中隊を保有し一佐が指揮官である点直轄部隊であり連隊に準じた編成を持つことなどからイラク復興支援軍と称した。基本的に陸上総隊司令官直轄部隊もしくは方面総監直轄部隊として運用されている長もしくは師団統領下部隊長の指揮下で運用される場合もあるほか災害派遣時は派遣先の当該師団長の指揮下で運用される場合もある。第一戦車群は2014年3月26日付で廃止。海上自衛隊における軍は艦隊より小さく、隊より大きい単位であり、フロッティラやコマンドに相当する。一般にいくつかの隊ディビジョンからなり、軍が複数集まって艦隊、または集団を構成する。陸上自衛隊や航空自衛隊の団に相当し、指揮官である軍司令は、海将補または一等海佐が当てられる。例として、護衛艦隊は4個護衛隊群等からなり、各護衛隊群は2個護衛隊からなる。海上自衛隊における群には、以下のようなものがある。航空自衛隊では、団より小さく、隊より大きい単位である。一般に、いくつかの隊からなり、群が複数集まって、団を構成する。指揮官である。軍司令は一等空佐または二等空佐が挙げられる。例として、航空団は飛行軍や整備補給軍等からなり、飛行軍は2個飛行隊等からなる。なお、航空自衛隊の場合、航空教育隊など、名称は隊だが団と同等の編成もある。ありがとうございます。